レモニス原子力発電所は、スペインのバスク州ビスカヤ県レモニスに存在する、建設途中の原子力発電所。1983年に、スペイン原子力工場計画で計画されたが、政府交代後に中止された。電気出力900メガワットの加圧水型、原子炉として計画され、建設は完了したものの、運用されることはなかった。 レモニス原子力発電所に関する紛争は1970年代から1980年代のスペインにおける主な反原子力問題の一つであった。この発電所の建設に対してバスク地方の民族独立を謳うテロ組織の ETA は強行に反対していた。1977年12月18日には発電所への最初の攻撃が行われ、 ETA の奇襲隊は、クアルディアシビルの駐在所を攻撃した。この攻撃で、メンバー中核のデビット・アルバースペーニャが負傷し、1ヶ月後に死亡した。1978年3月17日、ETA は発電所の原子炉爆破を計画。爆弾が仕掛けられ2人の労働者が死亡し、さらに2名が負傷した。爆発によって、施設は物理的損害を受け、 建設作業は停滞した。同年4月25日には ETA が横田博士中スペイン大使宛に脅迫状が送られたことをスペインの産業界筋が明らかにした。1979年6月3日、国際反核活動日のトゥデラデノデモ中にサンセバスティアン出身の反核活動家のグラディスデル・エストルがグアルディアシビル警備隊の銃弾を受けて死亡した。 10日後の6月13日、ETA は施設のタービン施設で爆破を行った。爆破によって作業員1人が死亡した。さらに多くの環境活動家や左派活動家によって、スペインバスクの多くの場所で発電所の閉鎖を求めるデモ活動が行われた。ETA の活動の加熱は1981年1月29日に頂点に達し、 ビルバオで発電所のチーフエンジニアが誘拐された。彼らは施設の解体に数週間与え、さもなくば誘拐したエンジニアを殺すと主張した。その後ビルバオでエンジニア解放を求める大規模デモが行われたものの、猶予期限が過ぎたため ETA はエンジニアを殺した。これは大きな批判を呼び ETA に抗議するストライキが行われた。しかしながら結果として、 エンジニア殺害に発電所側が屈指計画は頓挫した。計画を進めていた発電所所有者のイベルドエーロはバスク政府が開発継続に対して明確に指示するまで公式に計画を停止している。ありがとうございます。